美しい。力強い、ガンユータ INZM ダンスの進化が止まらない。細部に宿るプロ意識に感動。キシーユータ INZM 口ずさみ笑顔に癒される。お口の形にも注目。キシーユータ INZM のダンスが見るものを魅了し、その一瞬一瞬に目が離せません。彼の細かい動きから生まれる美しさと力強さが、パフォーマンス全体を引き立てています。 岸さんのダンスには独特のキレがあり、その動き一つ一つが完璧に計算されているように感じられます。また、彼の表情の変化がダンスにさらなる深みを加え、ファンにとっては忘れられない瞬間となります。岸さんのダンスを見ていると、その魅力に引き込まれ、時が経つのを忘れてしまうほどです。岸優太さんの魅力は、彼の細部にまで行き届いたパフォーマンスからも明らかです。まず、 岸さんの細い足首に魅了されるファンが多いのも理解できます。彼の足首は、ダンスの際に特に際立ち、しなやかな動きとともに視線を集めます。ダンサーとしての彼の技術が、彼の身体の一部一部にまで完璧に反映されているのです。彼のダンスは、ただ動きの連続ではなく、足先や指先の微妙な表現まで含めた芸術作品です。また、 岸さんに見下ろされるというファンの感覚も特別なものです。彼の表情や目線には、観客を引きつける力があり、その瞬間瞬間に感じる彼との一体感は、ファンにとって何者にも飼い難い経験となっています。彼の瞳には、優しさと情熱が混在しており、その一瞬の視線がファンの心に深く刻まれるのです。さらに、岸さんの可愛らしいお口も大きな魅力の一つです。 彼の笑顔や時折見せる無邪気な表情は、ファンにとって癒しそのものです。口元に浮かぶ微笑みやアヒル口の表情は、彼のチャーミングな一面を強調し、見ているだけで幸せな気持ちになります。口ずさみながら踊る姿も、彼の音楽やリズムへの自然な神話性を感じさせ、パフォーマンスに一層の深みを与えています。岸さんのダンスについて語るとき、 やはり彼のセンターとしての存在感を無視することはできません翔君や仁君とのセンター交代がある中でも騎士さんがセンターに立つとその場の雰囲気が一変するのです彼の動きにはキレがありしかしそれだけでなく品位や優雅さも兼ね備えていますそのため彼がセンターに立つことで全体のパフォーマンスに一貫した美しさと力強さが生まれます ジン君がセンターになるようにカメラワークが調整されている映像を見るとき、改めて岸さんのダンスの魅力を再認識します。彼のスタイルは、シンプルでありながらも計算されたもので、髪の毛やズボンの色にまで気を配り、全体のバランスをとっています。特に、コックさんの衣装を着た姿は、その愛らしさとプロフェッショナルな佇まいが絶妙にミックスされており、多くのファンにとって忘れられないものとなっています。 ダンスの最後に見せる、スンとした表情も、彼の多面的な魅力を象徴しています。岸さんのダンスは、その動きの美しさだけでなく、彼の体全体を使った表現力の高さでも際立っています。長い腕がしなやかに動く様子は、見るものを引きつけてやみません。そして、その細い身体に秘められた力強さが、一層の魅力を加えています。ファンの間では、 ボンのタイミングで見せる表情や動きが特に人気で、彼のパフォーマンスにおける絶妙なアクセントとなっています。彼のダンスは、観客だけでなく、彼自身の家族にも大きな影響を与えています。OEINZM だよと家族が呼びかけるほど、彼のダンスは家庭でも話題となり、その魅力がどれほど広がっているかを物語っています。岸さんのソロバージョンのダンスは、少し踊りにくそうに見えることもありますが、 そのサルエルパンツ姿は彼にぴったりで、可愛さとスタイリッシュさを兼ね備えています。彼の動きには独特のキレがあり、そのためスローにしても彼の美しいスクリーンショットを撮るのは容易ではありません。岸さんの表情もまた、彼のパフォーマンスの重要な要素です。最初から最後まで、表情が目まぐるしく変わり、その都度ファンを驚かせます。笑顔から急に真顔になる瞬間や、 ダンス中に見せる真剣な表情など、彼の多様な表情がファンの心をつかんで離しません。彼が三つ編みをしている際のヘアスタイルも、どこからその三つ編みが生えているのかと気になるほどユニークで、ファンにとって話題となっています。また、岸さんのダンスには、彼が選ぶ衣装も大きな役割を果たしています。彼がサルエルパンツを履いて踊る姿は、彼のスタイルをさらに引き立て、動きに独特のニュアンスを加えています。 ファンは彼の衣装やスタイルにも強く関心を寄せており、その細部にまで彼のこだわりを感じ取っています。特に、パンツの裾や袖のまくり方など、些細な部分にまで彼の個性が現れていることが、多くのファンに愛される理由の一つです。岸さんのパフォーマンスは、単に技術的な面だけでなく、その人間的な魅力や感情の表現も含めて、非常に完成度の高いものとなっています。 彼が踊る際の表情や身のこなしは、ファンにとって常に新鮮で驚きに満ちています。ダンスの最後に見せるかっこいい顔つきや、時には可愛らしい笑顔など、彼の多様な表情がファンの心に深く刻まれています。岸さんのダンスを見ていると、その動きの美しさや表現力に引き込まれ、時間を忘れて見入ってしまいます。彼がどのように体全体を使って感情を表現しているかを見ると、 ダンスが単なる動きの連続ではなく、一つの物語であることがよくわかります。彼のダンスには、見るものを引きつける力があり、それは彼の長い指や足先、そして一瞬一瞬の表情に現れています。また、騎士さんのスタイルの良さは、彼が二次元のキャラクターのように見えるほどバランスが取れているという点でも話題です。彼の小さな顔と長い手足のバランスは、まるで絵に描いたように完璧で、 多くのファンが彼を題材にイラストを描くのも納得できます。岸さんの顔の小ささやスタイルの良さは、彼を一目見た瞬間に強く印象付けられ、その魅力に引き込まれることは間違いありません。彼のダンスは、ただ美しいだけでなく、そのキレのある動きと品のあるたたずまいが融合して、独特の魅力を放っています。そのため、彼のダンスを見ていると、ただのエンターテインメント以上の何かを感じることができ、 癒しやし感動を与えてくれます彼のダンスには、見るものを心地よくさせる何かがあり、その瞬間瞬間に彼のプロフェッショナルな姿勢が垣間見えます。岸さんのダンスの最後には、ファンをドキドキさせるような表情や動きが待っており、その度にファンは新たな発見や喜びを感じます。彼の表現力は、見る者にとって常に新鮮で、どの瞬間も目を離すことができません。そして、 彼の最後の霊や笑顔が、彼のパフォーマンスの締めくくりとして完璧に機能しています。そうじて、岸優太さんの魅力は、そのダンスや表情、スタイル、そして細部にまでこだわったパフォーマンスに凝縮されています。彼の一挙手一投足がファンにとっては特別なものであり、彼の存在そのものが一つの芸術作品であると言えます。彼のパフォーマンスを見るたびに、彼の才能と努力、 そしてファンへの深い愛情を感じることができ、これからも彼の活躍を楽しみにしているファンは多いことでしょう。